はい、ゴールデンウィークスペシャルということで,で INFJ を語っている人を語る回シリーズが決定しましたこれ結構面白いですかねどうでしょう他人くんのアイディアですよこれ <laughs> <laughs> あの INFJ あるあるっていう動画を俺が流してたらちょっとこいつ聞いてしまって、ね、聞き耳立ってたところ爆笑してたっていうそこから始まりですよ <laughs> ということで第二回どっかの人が語る、うん、INFJ の恋愛感これはどこで拾ってきたんですか、えー、これヤフー先生ですねヤフー知恵遅れうん遅れヤフー知恵遅れで知恵遅れの教会知性じゃなくて知恵遅れの一字が書いた、うん、はい INFJ 感ですかこれ、はい はいはいはいじゃあちょっとね全部読んだら長くなるんで特徴または恋愛についてまあ見ていって気になるところからチェックかけていきましょうかはいどこが気になりましたまずちょっと待ってちょっと待っておい待てこれ愛が地球を救うってなんだよこれなだよこれだよこれいやこれ ENFJ だろ外交官庁のやつだろこれ しかもこの粗大なこと考えてるから、ああの補助直感だろ、これ。うん、あ<な>ほえ。ええ何なの、これ、一体。えーな,んだろうな。バカ騒ぎとか絶対しない。わけないよな。してるよね。なんかいつもね、あほなことやってるよな。でも、これ、状況の変化や人の気持ちに敏感、これは合ってる気がする。 合ってるけど敏感なんだけど、えー、その人にとってプラスになるかマイナスになるかは、うん、INFJ の差配、えーうん、次,次第なんだよな完全に、えー、まずさのこの辺のり理想主義人見知り謙虚礼儀正しい話し方は穏やかだけど独自の強い考えがあるこう見えて頑固他人に媚びない自己主張はしない 秘密主義、リタ的この辺がなんか INFJ の特徴だよねよく言われるよく言われる方、うん、よく言われるやつだなうん誠実物静かとか俺言われるの、うん、言われちゃうだろう俺さあの、うん、初対面の人によく言われるのが不思議な人って言われるああうん、うん、あそうねマジなんかねいろいろ知ってていろいろためになることも話してくれるしアドバイスもしてくれるし情報も開示するしで手札も隠してないし でしかもそれをニヤ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 しながらずっと嬉しそうに喋るから不思議な人って言われるもん俺そうなんだよなだって冷静に考えてうでしょ YouTube でもさ俺嬉しそうに喋ってるでしょうん、うん、だから不思議な人って言われる本当にこれ、うん、でもまあ実際付き合ってみたら不思議ちゃんでも何でもないんだけど、うん、で何な,な,なのかなこの辺は一体イメージちょっとイメージみんな盛りすぎじゃないですかこれ ああなんか本当になんだ<あ>病弱な成人みたいな感じよね。かも分かった、分かった理由分かった。なんでこんな風にいいイメージが持たれてるか。ありなりに,に。まず、ほとんどの INFJ の人たちっていうのは自己表現しないんだわ。そうだな。自分の感情とか、自分の好みとか、俺でさえ動画これだけやってて自分が好きなものとかってほとんど発表しないじゃん。うんうん。でしょ。 なでなこれが他の INFJ に至ってはなおさらしないんだわ。で決断もしないし,しないかそうそうそう主張しないよね喋りもしないよねじーっと見てるよね、うん、相手をそうだよで例えば俺の生徒の INFJ の女の子なんかは俺の言ったギャグとかクスって言われながらずっと「それって何々じゃないですか」とかこって突っ込むよね。 <laughs> でもそれって多分仲良くなったからそういうだけで普段ははんかずっと黙ってるらしいよ他の人に聞いたらあ,<ー>あ<ー>そんなイメージあるよねだからあんなによくしゃべる変な人とは思わなかったって言われてた <laughs> 同じ学校の人から <laughs> なるほどね <laughs> あんだけ喋る相手がそう深く狭くっていうのも当たっててその女の子は仲のいい女の子は3人ぐらいしかいないらしいんよ うんうん、で理由がなぜかっつったら明らかに合わないから付き合ってもしょうがないっていうああ<ー>うん結めりこみするよね無理とは言って <laughs> 俺の場合は俺もまあ、うん、無理なんだけどで自分から行くの無理これは当たってるかな初対面の新しい出会いが無理<お>あこれ全然ない俺行ける うん、だって考えてみ、YouTube でさ、コメント欄で話しかけてくれた人に、俺、コメント返すよ、あの、好意で来てくれた人は。うん。よね。もうね、荒れるのめんどくせえから、なんか敵、悪意で書いてるやつはもう無視してる。ああ、なるほどね。こんなことでし、こんなとこでしか、なんか自分を表現できないお前ってその程度だよねって思って。<laughs> なんか言いたいことあるんだったら、発表なんかしろやとか思ってさ。 うわ本当に切ってんだってお前好きなんだろってレオザとか成田悠輔がって、うん、だったら応援する動画でもブログでもノートでも書けや作るやって、うん、こんなところで俺を論破して説得して意見を変えさせたところで何の効果もないよってだって俺が持ってる2,400人の登録者って<ら>ほとんどがハリボテだから。 わかる、うん、あの、豊臣秀吉の墨田城みたいな。<laughs> 間違えて登録させたやつが多分半分以上ある <laughs>、うん、意味ねえよっつって。っ。そうや、<私>ショートで結構増えたからな。そう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 ,そう、まあ。ということで、で、なんだっけ、かに、目立つのは好きじゃないけど、必要ならちゃんとやるよ。目立つのは別に嫌いじゃないよ。うん。ね、あ、だ目立つう恋してるもんな。うん、むしろ、悪目立ちして、 目立つことによってそれがデコインになってあの本来知らせたくない情報を隠してるうんうんわかる俺そこそういうのよくやるよ子供の頃からよくやってるよわざと目立たせてっていう例えばうちの親なんかさよくハゲハゲ言われるじゃん言われるさ,あれ,さあれ見て思ったの <laughs> あうまく弱点隠してんなてあ,あアホだって弱点だっだってあいつの頭部の弱点ってねえあのハゲじゃなくてバカじゃん <laughs> <laughs> だからさけど職業柄さ塾の先生っていう職業柄それバレたら致命的だからうまく隠してやがんなこいつとか思ってた <laughs> 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 お上手お上手って本当に感心感心ってほんま <laughs> 俺あっこから学んだもん、えー、ね次何いこれ人や社会に影響を与えたいあ俺別に影響を与えたいとは思ってないけどね ただ間違ったことやってるやつとか間違ったこと言ってるやつがいたらそれは間違ってるよって言いたいだけうん、うん、だって明らかに間違うってってみんな迷惑かけてんだからそれよくなくねって思うだけよいやそれは別に名誉欲じゃないから俺のはうんどうだなだって最近よく言ってるでしょあのチャンネルバンされるかもしれないから新しいチャンネル用意したらとか言っていやったれだわかる登録者2400人の数を捨ててもいいっつってんのよ いざって時は、うん、そしたら今度は本当にうちと仲良くしたいあのよりコアな人たちが集まってくるからそっちはそれで面白いんじゃねとか言ってで本当に執着ないよねうん執着ないし躊躇もないよ俺だって新しいチャンネルじゃん、うん、それってそうだな面白くねまた確かにしかも強くてニューゲームじゃん今度は 経験があるわけだからな、うん、だってね一番最初にパンされたチャンネルは経験ないから何喋っていいかって迷っててニュースとか読み上げてて感想言ってた程度だ。うん、でそっからケインズ経済学まあ政治学は知ってたんだけどで哲学いろいろ分かってきてでまあいろいろ数学とは経済学だんだかんだってやってて。 で、動画の撮り方も分かってきてバンされてで作り直してサッカーの戦術も学んでとか言ってそしたらどん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 ね自分の中のね頭の中がこうクリアになってくわけねうん、うん、その状態で作ったチャンネルってどうなんだろうっていう興味はちょっとあるああだから完成度が高いもんな小説、はい、からまあでもまあどっちでもいいやとか言ってね うん、だってお金が入ってるからこの金全部課金か無駄遣いに回そうかなって今思ってる <laughs> うん、うん、俺が今一番気になってるの何か分かるえ <laughs> 何あのねカーボンプレートが入ったランニングシューズあるぞかってかさラ,ランニングシューズってさすごいクッション性がすごいやつ跳ね返ってくんのよ着地の時にうん、うん、で次のねあのステップにすぐ移行できてすげえとか思って即買ったもん俺いいやつ それカーボンプレート入ってないやつででもうちょっと足を鍛えてからカーボンプレート入ってやつおうと思ったんだけど全然関係ない話だからやめとこう俺もうんでで入った時今の本当の自分はわずかな親しい友人にしか見せないこれ確かちょっと当たってる気もするな <うん S 1> さっき俺少なくてもいいとか言ってたもんねだから見せないというか見せなくてもいいかなかな多分ああ、うんうん ここの特徴はなんか半分当たって半分なんかうん理想主義的で勘違いされてるなっていう印象かなと。うんうん、イメージで語ってるのが多いよね。とていうか MBTI 語ってる人たちってさなんかイメージで語ってるよね。あの俺らは各機能からさいわゆる機能したり演疫したりしてさ考えてるわけじゃん。 いや俺の印象だと薄いその人との交流でそうそうあ、多分この人こんな感じだなっていうその派生でイメージする。だから診断とか間違えるんだよ。機能の効果とか間違えるんだよ。うん、ちゃんとね、一個一個の機能から考えていったら分かるんだって、だからユングからやった方がいいっつってんの、俺は。俺だってユングユング心理学の河合俳よの本、一冊読めば分かるんだから大体のことが。うん とということで次、恋愛観行ってみましょう愛情表現が苦手奥手で受け身精神的な結びつきを求める本当に好きになった人しか無理おおおとりあえず付き合ってみるとか絶対しないうん,うーんなんか当たってるような気もするなとりあえず付き合ってみたらじゃない大学の時にさやってなかったっけあだから俺ねあのとりあえず付き合ってみるっていうのはやるよ うん、だってそうしないとさ分かんないもん相手の本当の姿がだから俺結婚するんだったら同棲は半年ぐらいした方がいいって思ってる人ああ多分そうだなその前にチェックかけないないると思うよ俺、うん、だから本当に合ってるかどうか分かんないからとりあえず付き合ってみるっていうのはありだと思う全然、うん、で今俺本当に合ってるかどうかって言ってるぐらいだから多分ここら辺当たってたんだよね <laughs> <laughs> でもね、俺ね、これ、精神的な結びつきがどうこうじゃなくて、こうよ。あの、マジで俺にとって、損害を出すやつとは付き合いたくない。うん、はい、終わり。ああ<ー>。うん。あと、不快なやつは嫌。うん <laughs> うん。だから、どんだけ美人でも、あの損害出して、不快なやつはもう無理。ああ<ー>、うん。だから、例えば俺が、俺が好きなさ、ね、あの、何、声優とかさ、 えー、なんとか女優とかさうん、うん、女優とかアイドルとか大体性格褒めてるでしょ俺うんうんああの子はねああいうところがあってああいう性格だからいいと思うよみたいな感じでよく性格の方言ってるよねこういう顔じゃなくてだって顔とかさ見てもしょうがなくねいやもちろんあるよこれは無理っていうブスはあるなそりゃあでもねうん内向直感の人って 確かにね顔面がねうんすごいこだわる人多いっていうのは聞いたことあるなんかあったかねああ俺のね意見はこう簡単に言うと美人は年取っても、うん、年取った美人なんよああだから価値が保障されるわけだ,だ,わけだいやというよりもねあのー、直感だからねあの後のこと考えるの未来のこと うんうん、未来のこと考えたらさどうせ価値はどんどん落ちていくんだけどでも美人のおばさんだったら全然ありじゃんと思うよああんか草った個体的だねうんだからどうせだったら顔面が綺麗な方がよくねって思う天然のああ整形はちょっとね、うん、出てくる子供が大変なことになる <laughs> それは勘弁してあとね俺が無理なのがね、あのー、太ってる女結婚前で太ってる女無理<ー>だって結婚したら太る確率あるからかなぜ前から太ってるっていういや俺ね別にねデビューが悪いとか言わないのよ人生の選択として太ってる自分が好きって言うんだったらそれはそれでいいのようん、うん、ただ俺はやだうん、うん、だって俺ってあれじゃん結局自転車とか運動とか する人だからそれに付き合ってもらわないといけない可能性があるじゃん休日はそうだな、まあ、そうは考えなくてもさなんだろうちょっと遊びに行こうよ私ちょっと動けないデブーとか言われたら困るじゃんポテチ食いながら <laughs>、えー、ちょっとたっただっいや旅行行こうよっつってさやっぱりさ、うん、サイクリングとか行きたいわけよ そうだなだったらさ運動がある程度好きな人だったら「えサイクリングでも私自転車持ってないあじゃあ俺のあげるよ」で終わるじゃん「やったーで!」であの青いのあげるよっつって「えーうん、やった!」でもくれるぐらいだからそんな大したことないんだろうなーとか思って俺のチャリ仲間と会った時「それどうしたのいいですね」とか言って「えー、そうでもないですようんいやそれいいやつですよ」とか言って「え それ多分80しますよってえってなるわけよへえっとか言って多分そんなことになると思うんだけどねっていうだって俺が持ってるやつで一番安いのがそれだもんやばいよな <laughs>、まあ、ということで恋愛観に関しては付き合ったら一途であそう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 だからね俺ね浮気してもいいって思ってんのよほうううん浮気はしないって書いてあるじゃん うんうん、他にもね、えー、っと本当に好きになった人しか無理って言ってるじゃん,うん、うん、これある意味当たってんのよ俺がさあのー、風俗とか行くイメージあるい、ね、ないでないでしょだって、うん、あんなことに2万3万使うのバカらしいって思うもん、うん、<laughs> 同じ2万3万使うんだったら課金するね 確かにか課金するしおもちゃ買うしガジェット買うしそっちの方が面白くねって思うもんうん、うん、そんなことして何回意味あんのと思うもん俺だから性欲の発散でしょ、ね、でしょ意味ないよねって別に汚い行為とは言わないけどで俺相手が浮気するんだったらしてもいいよって思ういや俺ちょっとそれ分かんないけどな <laughs> マキがね、いやだってさ新しい一面が引き出されるからさ<い>俺だけじゃ無理だった <laughs> それはそれでちょっとねエキサイティングじゃないっていや寝とられは無理だな俺はきついわいやまあもちろんさ向こうに本気になられてさあの離婚とかになったら困るよな<ん>とは思うけどん<ー>、まあ、帰ってくるんだったらあれじゃねとか思うよあとちゃんと否認するか堕退するかするんなら。 あーすごいでしょ打体してもいいとか言ってるって。<laughs> <laughs> いや、それで、わかる、うん、要するに俺が何言がいたいかわかるこれ。浮気してもいいよってどういうことか。何がえ、浮気したお前が俺に愛されるぐらいの女だったら、どうぞご自由にしてくださいな。あか自信あるんだなってこと、そういうことね。そうそうそう 自信があるかっていうのをともかく浮気してなおかつまだ俺に愛されると思ってるんだったらやってくれっつってんのよ。ああ<ー>。自信とかじゃないのよ。もう未来に聞けっつってんのよ。わかるその浮気した後俺がその好きになってるかどうかまだ好きでいるかの保証なんか俺の中にもないわけね全然どこにも。あ<ー>で,で浮気してもいいって言ったじゃない。

でしょだから別に俺優しさとか相手のことが本気で好きで言ってるわけじゃなくてそうなった時どうなるんだろうと思ってワクワクしてんの好きって好きじゃないよな,なもうそこまで言からいや多分好きだと思うよそれ好きなのかうん多分好きだと思うよ例えば俺が好きなあの声優とかアイドルとかは結婚してまだ応援してるケースと あのっあそうなの、うん、ではあ<ー>だから外したケースと、うん、あのまだ応援してるケースそのどちらも応援してる時は応援してんのよあこの子かわいいなとか、うん、この子いいなとか言ってでも結婚の報告の仕方とか相手とか見てあこいつないわとか言って切ってるケースあるのよはあ<ー>うん確かそう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 そこのプロセスって大事よねって思ってんのよ うん、だから浮気というプロセスって許されんのかなって今ちょっと思った <laughs> でも俺はそれでも浮気していいよって思ったんだよだっ,てだって浮気された俺っていう新たな一面が引き出せるからこれね完全に言うと俺の内面を掘り下げるためだけにやってほしいよ開拓するためになんかもう実験だよ。でもっと言うとさとと例えばさえっ、ー、とお互い25歳で結婚したとするじゃん うんうん、で、35で浮気したとするじゃん、相手が。お<う>で、うん。俺が浮気していいよって言ってるのって、それよく俺が君に対してやる戦法じゃねわ、うん、かる。わ <laughs> <laughs> かる。誘い込んでおいて罠にはめるっていう。そうだな、怖いな、ほんまに。 だって考えてみ、はい、?25 で結婚したってことは25の時の美貌若さ可愛さで惹かれて結婚してるわけよ。うん。で35になってそれが保たれてる可能性なんてないわけよ、ほぼ。ないな。ないでしょないよあ。綾瀬はるかだってだいぶ落ちてきたよっていう。うん、うん、で、まあまあまあ、まあ大体語り尽くしたかなと。 思いや不満をため込むとかね、家庭を大事にするとか、まあ、あるのかな、これ。あ、これ一番最後だ、やっぱり。子供作って親バカりになる。これあるか、お前。いや、これ聞きたかったちょっとね、ないだろ。だって、子供受け人に講する通りないよね。ないだろ。だって、俺いつももう、もう、養子でいいって。だってさ、生まれてきた子供ってさ、ガチャじゃん。 相性悪かったらどうすんのって思うもんまあしてるわけないかしなだからそういう時こそまさに浮気していいよっていうああなるほどね浮気して離婚して持ってってってうわしかも養育費とか払わなくていいからね多分そのケース向こうに原因あるからあんまっっあね、そうだなまあ払わなきゃいけないかもしれないけどね、うん、でもそれ多分滞納すればいいよ滞納可能な限り滞納 <laughs> う浮気して君に懐いてるんだからとか言って。ね、うんああということでね、今回は INSJ について語る回を、えー、第2回、どっかの人が語る INSJ の恋愛会について、えー、感想を述べていきました。どうでしたか、今回は新しい恋愛会が知れて、ちょっと引きましたけどね、は私は。面白かった。いやー。 俺もね浮気していいよというコメントにこういう意味があったのを初めて俺の気持ちが分かりましたと自分が知れましたでは失礼します